こんにちは、梅垣真由美です。今日は女性のための優しい漢方薬教室という再生リストの中から第1回目、内容は京都新聞の記事なんですけれども、女性の健康、もっと元気にもっと輝く、その不調当たり前じゃないというタイトルをご紹介します。私の言葉で話し言葉でこの記事を読んでいって紹介しようと思います。この、京都新聞の記事を書かれている女性の先生、ドクターなんですけれども、音羽病院のお医者様が書かれている記事です。シリーズで、現在13回シリーズまで出しておられて、今1回目をご紹介するので、しばらく続くと思います。また定期的にこう間隔を空けて、出していきますので、ぜひ興味のある方は見てください。それでは行きます。まず女性なので生理のことからお話が始まっているんですけれども、生理痛っていうのは皆さんありますか？痛くて当たり前とか、あと生理はもう終わりましたけれども、更年期っていうのは誰でもあるんですよね。しんどいのが当たり前なんですよねって、今現在更年期真っ只中の、女性の方、我慢していませんか？この体の症状っていうのは病気のサインでもあります。痛いとかしんどい、辛いっていう時にそのまま見逃してしまうのじゃなくって、ここから自分の体の不調を察知して、例えばこのお医者様の記事で言うと病院に受診してくださいとなっています。では私は薬局の薬剤師なんですけれども、こういう薬局の役割っていうのはどういうところにあるかと言いますと、病院に行こうか行かないかちょっと迷っている方、不安な方、話をもっとちょっと聞いてほしいと思っている方、そして実際に病院に行っているんだけれども、その病院に行っている先生のお薬の処方とか先生の説明に対して少しこう疑問があったり不安があるけど、病院ではなかなか相談質問がしづらいなと思っている方も来られています。あとは病院に行ったけど、なんだか自分の中ではしっくりいかないので困っている、何か他の治療法ないかなって探している方も来られています。前置きはこれぐらいにして次いきます。例えば強い生理痛、生理痛って経験されたことありますか？多くはお腹が痛い、あと腰が痛い、あと頭が痛いが多いと思うんですけれども、この生理痛っていうのは一つの病名としては考えられるのは、強い生理痛の場合は子宮内膜症の症状かもしれないです。子宮内膜症っていうのは子宮のこの膜のところがこう炎症を起こすんですけれども、これを知らずに放っておくと慢性骨盤痛となって、痛みによる不安、抑うつ状態を引き起こすことがあります。家族や友人、職場などでの人間関係に大きな影響を与える可能性があります。ここまでの話でピンとくる方あると思います。どうしてももう生理が始まるとしんどいし、もう痛いからその仕事も集中できない、人とのこうやり取りも落ち着いている、いつもの優しい自分だったら優しく対応できるんですけど、子供に対してもイラッときてしまったり、いつもだったらムカつかないこと、ぼーっとして寝転がってゲームしているのを見たらむちゃくちゃイライラしちゃったりとか、旦那さんが何も手伝ってくれないってこう爆発してしまったりとか、やっぱりこう自分の体が不調だと不安になったりイライラしてしまったり、逆にね、そういう自分をまた責めてしまって落ち込んでしまう方もあります。なのでたかが生理痛と思って我慢してしまうと、生活の質を大きく損ねるリスクがあるのです。確かにそれはそうだと思います。そこで今からお話が続くんですけれども、自分では我慢だとは気づかないケースがあるっていうふうに書いてあります。ここは先生の例なんですね。極端な例が紹介してあると思うんですけれども、以前赤ちゃんの頭くらいに大きくなった子宮筋腫、すごいですね、そういうのが見つかった方に、先生が生理が多くて大変だったでしょうと尋ねると、患者さんは大変でしたがずっとこの状態だったので普通だと思っていました、
うずくまるほど生理痛も強かったのですが、みんな同じような症状があるのだと思っていましたとお話しされていました。え、今のちょっと私に近いと思った方、要注意です。聞いてくださいね。このように確かに生理の量とか生理痛っていうのは他人と比べることができません。私も出産は経験が1回ありますけど、出産の時のもう痛みとか出産後のその子宮のところのね、あの遠位切開した後の縫った後のところがものすごく痛かったんですけど、みんな一緒に痛いんだと思っていたんですね。今私の話ですけれども、そうするとあまりにも痛くてこうまともに歩けなかったんですが、産後他の方たちはさっささっさと歩いておられるので、あ、みんなは痛みに強いのかなと思っていたら、退院する日です、あの主治医の先生があの検診された時に、縫い直ししましょうって言われたんですね。縫い直しって聞いたことないですよね。私の知る範囲では聞いたことがないです。縫い直ししないといけないぐらい遠位切開のこの縫ってもらった縫い方がちょっとこう引きつれていたんですね。だからむちゃくちゃ痛かったんですけど、その時に、あ、私ってむちゃくちゃ痛かったのは自分一人じゃなくて、我慢しすぎでもなくて本当に痛かったんだって思った記憶があります。このようなことは一つの例なんですけれども、他にも違う形でね、私みたいな人ってあの結構おられるんじゃないかなというか、そういう方が相談にここのお店にね来てくださってる方が結構多いんじゃないかなと思っています。生理の量が多いのも生理痛で動けなくなるのも普通と当たり前のこととして受け止めている女性も非常に多いのです。このお医者様もそう言っておられますね。女の人ってちょっと我慢しすぎなんですよね。まずは自分の体としっかり向き合い、不調のサインに気づくことが大切です。でもこの不調のサインってなかなか気づけないんですよね。だからこういう YouTube をきっかけに、あ、私って普通と思ってたことがもしかして一般的じゃなかったのかもっていうふうに気づける機会になったらいいかなと思っています。松宮局のお客さんも同じように最後まで聞いてください。それで、あと専門的な言葉が載っています。ヘルスリテラシーとは、健康や医療に関する正しい情報を入手し理解して活用する能力のことです。今はね、インターネットで Google で何歩でも検索できて、逆に怖い情報とかの方が視聴回数が上がるから、こう人に恐怖を与えるような内容の方が、あのみんながついついこう引き込まれて見てしまうかもしれませんけれども、健康や医療に関する正しい情報を入手する、これが実は異常に難しいと、あのかえって難しいかなと思っています。どこからの発信かっていうのが大切です。ということで、私も京都新聞の記事に紹介されている先生とかをよく紹介している理由はそういうことでもあります。ヘルスリテラシーという言葉です。ということで、そういうあの話の流れですが、今までのことから大丈夫って勝手に自分で思うのではなく、体の不調のサインに素直に耳を傾けることがヘルスリテラシーを高める第一歩です。大丈夫って勝手に思うんじゃなくって、よかったらあの私のお客さんだったら私に大丈夫って聞いてくださったら、あの私なりの経験、そして私でわからないことはまた調べてお答えさせてもらうので、あ、それちょっと一般的じゃないと思うよ、我慢しすぎだよ、これだったら一度病院で検査を受けてみたらどうですかっていうこともアドバイスしています。自分に合った対処法を見つけにくいことが次の問題にあるっていうふうになっています。せっかくの不調のサインに気づけても、確かにそうですよね、調子悪いというのは分かっていても治療法が分からないですよね。だから先生、ここに記事に、行動に移さなければ何も変わりません、あの当たり前です、今生きているあの行動の世界で生きていますので、じっとしていては何も世の中は変わりません、人生も変わりません、行動しないと変わりません。学校生活や仕事、日常生活などに支障が出るような症状が少しでもあれば病気の可能性があります。学校になかなか行けないぐらいしんどい、クラブにも参加できないぐらい、みんなと同じように参加できないぐらい辛い、
日常生活もまともに食事したり家事したり、普通の生活、睡眠がまともに取れない、いろいろ気になることありませんか？苦痛の度合いっていうのは人それぞれです。我慢してはいけません。迷わず婦人科を受診して相談してください。お医者様はね、人を救うお仕事をされているので、ここの京都新聞の記事で一生懸命ね、困っている人を助けてあげようと思う文章が載っていると思います。私は私のこの薬剤師、薬局の薬剤師という立場で困っている人、なかなかすぐに病院って勇気いりますよね。婦人科だと必ずね、パンツを下ろして、その問診っていうものが普通にちょっとこう抵抗ありますよね。薬局だったら体触るとか、そのね、見るっていうことは基本的にはないです。見るって言ってもお顔色とか舌の色とか、あと喋り方の表情とか雰囲気っていうのはすごく慎重に見るようにしています。声のトーンとか喋り方とか、私が話している時の相手の反応とかもすごく感じるようにしています。あと生理用品のことも紹介されています。生理用品っていうのはナプキンだけではありません。それは意外とね、みんなも知っているかなと思います。タンポンもありますよね。月経カップや吸水ショーツもあります。あとナプキンって言っても布ナプキンっていうのもありますよね。鎮痛、あと生理痛を軽くする方法も鎮痛薬だけではありません。病院に行くとね、一般的にロキソニン、ジェネリックだとロキソプロフェンっていうのを処方されることが多いんですけれども、あとはあれですね、ピルっていう女性ホルモンのお薬を処方されることが一般的ですけど、薬局だったら何だろうっていうと、やっぱり医薬品、効能効果がある漢方薬っていうのを中心に、健康食品、日頃の食事の指導を絡めて、健康食品とか元気をつけよう、健康になりたいっていう気持ちを含めてご紹介もしています。そういうことで、我慢といった誤った処置法を見直して、知識をアップデートすることで、女性はもっと元気に、もっと輝いていけるはずです。このように記事は紹介終わっています。ジョイさんの記事なので、やっぱりその女性で男性社会のすごく過酷なお医者さんっていう病院のね、そのお医者様で働いておられる先生が切実にね、自分の経験も含めてこの記事をね、書いておられると思います。そういう最近は正社員としてフルで働いて、それとか共働きでマックスで働いて、子育てもマックスでしていっている女性も増えてきています。もしくは、いえいえ、私は専業主婦なんで、こんな相談に行くようなタイプではありません、そこまで条件満たしてないと思いますって言いながら、すごい苦しくって、逆に社会と触れ合いが少なくって、一人で苦しむままこもってしまっている方も多いと思います。子供の面倒、旦那さんの心配ばっかりしていて、自分のことを放っている方って多いんですね。女性の方ってもうそういう時代の流れだと思うんですけれども、これからは違います。自分の体と心に向き合って、不調を感じたらそのまま放っておくのではなく、一番身近な相談できるような場所、人を見つけて、そこからまず一歩踏み込んでみてください。そこがこの松見薬局の私梅垣が最初の入り口にしてもらえたら、すごく私としては嬉しく思っております。それでは今回の紹介は終わります。また続く予定ですので、こういった女性の体、女性の、漢方薬のこと、女性の更年期のこと、生理のこと、興味がありましたら続きも見てください。チャンネル登録数は今700人台に突入しておりまして、いつか、年内はもちろん難しいと分かっているんですけれども、いつか1000人になったらいいなって本気で思っているんです。まだチャンネル登録まだの方は、ぜひどうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。